あんまり良くなかったんですけど、まあ、次の試合では、ジャンプがしっかりと降りれるようになったらいいと思いました。最初のトリプルトーループが降りれたのは、自分的には良かったと思います。今年も全日本ノーブスは二刀流で挑む予定ですか？はい。アイスダンスの方は調子いかがですか？アイスダンスの方は、今日までブロックがあったので、あんまりできてなかったんですけど、これからはシングルとアイスダンスをどっちも試合に向けて頑張っていきたいと思います。シングルでもアイスダンスでも、高い順位を取れると嬉しいです。スピードがなくてトリプルジャンプを出てたので受けてしまったので、それを確実にして入れていきたい。表現力とかスピードとかスケーティングスキルを頑張ってジャンプをしています。普段はどこで練習してるんですか？普段は久留米のリンクで練習してて、大分にリンクがないから車で何時間連れてくる。どのぐらいかかるんですか？3時間か4時間ぐらい。毎日練習できるんですか？週3日か4日ぐらい。じゃあ他の 3日とか4日はスケートのリンクには立てないんですか？それどうやって過ごしてるんですか？家でできるトレーニングとかできる限りのことをしてます。ノーミスで自己ベストで目指して頑張りたいです。ノーミスの演技ができなかったからちょっとそこは悔しいんですけど、まあ元気よく滑れたので良かったです。いろんな上手な選手たちが滑ってるから、それをその曲を使って自分もなんかもっと上手くなろうっていう気がします。スピードかな？スピードです。元気よくいつも通りノーミスの演技でできるように頑張りたいです。なんか目標にしてる点数だったり順位とかありますか？目標、順位は、まあ、表彰台に乗ることで、点数は70点以上です。まあ、悔しい。まあ、全日本でいい演技ができれば、今ここは、まあ、普通の通過点だと思って、今日できなかったこととか、課題をしっかり修正して全日本に持っていきたいと思います。スピン、回転数、あとは姿勢汚いからもっと綺麗にして、あとはジャンプの完成度を上げたい。全てにおいて一からやり直しで頑張りたいです。スピードがあっても、まあ、つなぎがなかった、そこが一番ちょっと残念です。平井先生からはどんなこと言われました？どんなこと、まあ、演技は良かった、あとはスピンだって言われた。そこが課題、スピンです。自己ベスト、まあ、自分の満足できる演技がして、まあ、自分のいい演技ができれば結果もついてくると思うので頑張りたいです。将来的にはどんな選手になりたいですか？まあ、スケーティングが、まあ、良くて、あとはスケーティングの流れの上でジャンプが跳ねる。なんか流れ、羽生くんみたいに流れが出てその上にジャンプみたいな感じのスケーターになりたいです。まあ、90点ぐらいを目標に練習してきたんで、ちょっと悔しい面はありますけど、これから
まあ、ミスを直していけば全日本につながると思うので良かったと思います。クリーンにすることを目標にたくさんジャンプを飛んできて、やっぱ怪我とかもあってちょっと挫折してた面はあるんですけど、でも最後まで締めれて良かったと思います。もう33は本当に最近でこの3日ぐらいで練習しててちょっとやばいなって思ったんですけど、まあちゃんと最後まで締めれて良かったと思います。なんか楽しく踊れるところですね。もう本当に自分が楽しいって思えば勝手にニコニコしてるんで、表現なんかニコニコってしようとかはあんまり思ってないです。常に進化した部分、まあ、あのジャンプの構成も全部そうですけど、やっぱり回転が速くなったところかなって思います。最後までしっかり締めてノーミスな演技でいい点数を出したいと思います。まあ、それは目標順位になることです。1位にはなれると思ってなかったので、嬉しいです。スケーティングとか、そういうところの点がとても高くなって、良かったです。ジャッジの人に、表現を見せれるスケートをしていく練習しました。ジャンプで、まあ、転倒しないこととか、まあ、変なミスを犯すのは嫌で、まあ、そのぐらいです。そのいろんな地方の人は強いと思うけど、自分の全てを出し切っていきたいと思います。好きな選手とかいますか？佐藤俊子です。この間岡山に来てて、一緒に練習したんですけど、回転がとても速くて驚いたので感動して目標になりました。写真撮ったりしました。あと名前が一緒なんで漢字も一緒で、なんかその草加コーチがいいね、これをきっかけに全日本頑張って生きていきたいと思います。構成を落として挑んだので、ノーミスを目指して頑張ってたんですけど、得意のトリプルルッツを2つともパンクしちゃってダブルルッツになってしまったので、そこがすごく悔しいです。去年からちょっと上を目指すために移籍をして、新たに先生と一緒に頑張っていこうとしてて、表現力とかスケーティングとか身のこなし方を今直しているところなので、そこが少しずつ良くなったり、なんかステップとかが今までより感情を込めたりできるようになったので、そこはちょっと前進できたので嬉しいです。飯塚の時はジャンプばっかりで、スピンはもともと得意だったんですけど、スケーティングとか表現力とか体の使い方をあまりよくできてなかったので、下の点数を上げていくために、笑顔ありやつとか上手なことを先輩たちとかと一緒に練習できるのがちょっといいところなので良かったです。全日本ジュニアに出場して10位以内に入れるように頑張って、あとは今年は全ての大会で自分のベストを尽くせるように頑張っていきたいと思います。公式練習で結構ミスをしてて不安だったんですけど、本番では一つミスはあったんですけど、うまくまとめることができたので良かったです。自分の得意なジャンプとかありますか？ルッツジャンプが一番得意っていうか好きです。合計で150点出せたことがとても良かったなと思います。150を久しく出せてなかったので、やっと出せることができたのですごい嬉しかったです。
去年全日本ジュニアで結構ミスをしてしまって結構下の順位になってしまったので、今年こそは上の順位を目指して頑張りたいと思います。今まで下の点というか表現力とかがやっぱり周りの人と比べたら低かったんで、そこを上げれるように頑張りたいと思います。下の点が出せない分、ステップとかステップも最近はレベル3が結構取れるようになったので、あとスピンでプラスを取ることとかです。今シーズンは大きい大会でもミスあまりせずに上の方の順位を目指して表現力を上げれるように頑張りたいと思います。正直全然フリーは満足いかなくて悔しいという気持ちが大きいです。結構私は周りからこうふんわりとしたゆったりした曲調とかでゆったりそのまま滑るっていうイメージが強いと思うんですけど、今回のレミゼはすごく力強い曲調になった時に、いつもの自分の滑りとは違う、力強い滑りっていうのを意識して、練習してきたので、それが今大会は結構そういう力強い動きを見せれたので良かったなと思います。そうですね、ショートは本当にほぼ納得のいく演技だったなと思うんですけど、フリーは後半にすごいミスが目立ってしまって、まだまだ練習が足りないなというのを感じました。まだ後半にちょっと疲れが出たというのもあって乱れてしまったというのもあると思うので、もう少し体力をつけたいですし、一つ一つのジャンプも今成功しているジャンプももっと出来栄えのいいジャンプができて加点が増えるように頑張りたいなと思います。ショートはだいぶ、フリップバンクしたんですけど、ジャンプ以外のエレメンツは結構良くなってきたので、フリーをもっと固めて総合的にもっと上に行けるように頑張りたいです。安定してきたかと言われるとやっぱり練習でできても本番でできなかったり力を出せなかったことが多かったので、そこは一つずつ階段を上ってこれたかなと思うので、もう一歩大きな一歩を踏み出したいです。スケーティングは一つの自分の武器として大事にしています。ジャンプがちょっと乱れているので、あんまり総合的な評価的にはあんまり良くないんですけど、周りから結構良くなったって言われたりするのが自信になったり、下の点も結構出てくるようになったので、そこももっと伸ばしていきたいと思います。西日本は、まずは通過をして、通過を前提として自分が今以上に納得できる演技ができるようにしたいです。したいですね、はい、みんなみたいに、はい、西日本までにどんな練習をしたいですか。もっとフリーの通し練習をしてジャンプがもっと安定してスケーティングももっと滑って見せれるようにしたいです。後半結構小さなミス連続でやってしまったので、そこはもう結構もったいないので、次の西日本までにはしっかりとまとめられるようにまた練習していきたいと思います。前半はいつもの練習の時よりかはまとめれたと思うので、そこは成長点かなと思います。トリプルアクセルをちゃんとフリーの曲の中で降りれるように
確率を上げていきたいなと思っています。余裕を持って通過することがまず一つです。あとはもうなんかトリプルは余裕でちゃんと曲の中に入ってアクセルに集中できるようにはしたいなと思っています。やっぱりショートフリーを通してこちらともすごい課題がたくさん見つかる試合でした。まだそのもちろん技術もその確率だとかあとはプログラム その流れだとか踊りだとかっていう面もあるんですけど、まあ、やっぱりまだ自分 その気持ちがなんかその強く持てないというか、なんかまだちょっとおじけづいてしまったりとか、大事な本当に本番のところで気持ちを強く持てないというところがすごい課題だなって思いました。去年よりはすごい練習もたくさん詰めてますし、自分でその自分のプログラムをこう踊ろうとかっていうそういう意識が出てきたので、そこが去年とは変わったところかなと思います。岡山の大学に進学しようと思ったのってきっかけある？そのコーチの村先生のところでそのスケートを頑張ろうと思ったので、村先生は岡山におられるので、岡山の大学だなって思いました。スケート頑張ろうと思って、はい、すごく期待って思いもありますし、目指しているんですけども、まあ、やっぱりまだまだ全然点数的にもその技術的にも全然足りてない、壁がすごい高いなって思うので、これから次の大会までにまたレベルアップして頑張りたいと思います。プログラム全体のその流れとか踊りとか細かいところをまでその詰めていって、まあ、ジャンプももうちょっと、レベルアップしたものに出られるように練習していきたいと思っています。飯塚杯よりはその改善してきたところがだいぶ改善できたかなと思うんですけど、まだ課題はたくさんあるなって思える試合でした。やっぱショートに今年は絶対三三を入れたいっていうので全九州からずっと挑戦してるんですけど、まだ1回も入ってないところが一番の大きい課題かなと思います。まあ、お姉ちゃんの動画とかと見比べてみるとやっぱ動きが小さかったりとか、こう目線の配り方とかがまだ全然ダメだなって思うので、もっと研究したいなって思います。そんなお姉ちゃんがラストシーズンだという気持ちで今シーズンは挑んでいるってことですか？ユニバーシアードに出るんで、その全日本に出れるか分かんないんですけど、絶対その自分も出場してフリーに進みたいなって思っています。去年もギリギリ行けなかったんですけど、そのもっと下の順位だと思ってたんで、まだ可能性ってあるんだなっていうのを確認できたのと、もっと上の人の差も感じたんですけど、どっちもです。可能性もあるなと思ったし、差もあるなと思いました。やっぱ三三の成功率をもっと上げていくことと、表現力をもっと豊かにしていきたいなと思います。課題がたくさんあるブロックだったなって実感しています。西に向けてやっぱりもっと気持ちもレベルも上げていかないと全日本まで行けないと思うので、もっとしっかり頑張ろうと思いました。簡単に言うと、ジャンプをとにかく曲の中で入れることが一番かなと思います。ユニバーシアードの代表も先日勝利されましたけど、おめでとうございます。ありがとうございます。どんな？そうですね、今年一番の目標にしてたので、とりあえず選考会を勝ち取れて
すごいほっとしたままちょっとブロックにしちゃったので、そのちょっと緩みが出ちゃったかなっていう感じです。まあ節目であるので、まあ一応今シーズン最後っていう形で頑張っています。前半が、まあ、ちょっとあんまり良くなかったので、後半スピンしてる時に最後だから楽しく終わりたいと思いながら後半やったんですけど、まあ、最後のコレオとかは気持ちよくできたので良かったかなって思います。もうラストシーズンって決めて、このタイタニックっていうのはどんな気持ちで宣言したんですか？そうですね、やっぱり自分が好きな曲っていうのはあるんですけど、やっぱり一番はお母さんが大好きな映画だったので、やっぱりスケートをしてきて一番近くで応援してくれてたのはお母さんだったので、最後に恩返しできたらいいなと思ってこの曲を選びました。タイタニックはなんか船が沈んみたいなイメージが強いんですけど、そうじゃなくてもあのジャックとローズの楽しい3日間みたいな恋の3日間っていうのを楽しく終われるような感じで滑りたいなって思ってます。やっぱり今のままでは全然戦えないと思うので、もっと気持ちもしっかり引き締めて、西では悔いがない試合にできて全日本に進めたらいいなと思います。ちょっと攻めきれないところもあって、トリプルアクセルもこけてしまったので悔しいんですけど、その他ではいつも練習通りできたので良かったと思います。練習でも 50% ぐらいの確率で決めていたので、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。伊藤みどりさんっぽい作戦だなと嬉しいです。小さい頃から伊藤みどりさんのトリプルアクセルを目標にやってきたので、そう言ってもらえてとても嬉しいです。まあ、あとこう今日やってきて、試合で降りるためにはどんなことが必要だな？そうですね、氷の感覚とか、やっぱり今トリプルアクセルで手をついた時に肘の怪我ちょっとしてしまったので、そういうのも含めてやっぱり体のメンテナンスをもっと大事にしていかないといけないと思いますし、いつも同じ感覚で飛べるように精神力も鍛えていかないといけないなと思います。力が入りすぎてしまっていつもしんどくなっちゃうので、もうとりあえず力を抜いてたくさん息をしながら滑ってねと言われて、いつもよりもリラックスして挑めたと思います。去年出れなかった分、もっとレベルアップした自分を全日本の場で見せたいと思うので、もっと頑張ります。そうですね、反省するところはいっぱいあるんですけど、まあ最後まで滑り切ることができたので良かったかなと思います。練習ではたまに飛べてるんですけど、本番でできないと意味がないと思うので、積極的に入れていけるように練習から頑張っていけたらなと思っています。先シーズン終わってから調子が上がり始めて、アクセルもだいぶつかめてきたので、そうですね、先シーズン終わってから取り組み始めました。今は1日に1本飛べるか飛べないかぐらいなんですけど、もっと確率上げて試合で降りれるように頑張っていきたいと思います。やっぱり大舞台で滑らせてもらえたことっていうのは本当に自分にとっても大きな経験になりましたし、まあ心が強くなったというか、メンタル的にも成長した部分あると思うので、まあ、今回はあまり活かせなかったですけど、でもまあ生きてきてるのかなと思います。まあ見ているお客さんの数も違いましたし、会場に入るだけで圧倒される雰囲気っていうのはあったので、そういうところで滑らせてもらえたっていうのは今シーズンに生きてくるのかなと思います。そうですね、まずはまあ全部の試合でしっかりノーミスの演技をして、トリプルアクセルも試合で入れれるようにしっかりと練習から取り組んでいきたいと思います。西日本では失敗絶対にできないので、しっかりと緊張感を持っていい演技ができるように練習を頑張っていきたいと思います。
そうです、ジャンプはもちろんなんですけど、今回スピンの失敗も少しあったので、そういう小さなミスがなくなるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。そうですね、またちょっと経験してみたいです。まあ練習にも集中していい演技に向けて頑張っていきたいと思います。僕アクセルは少し悔しかったんですけど、他のエレメンツをミスなく滑り終えられたので、ちょっとまあ安心してます。なんかこ今までその先輩の方々がたくさんいて、優勝するなんて思ってなかったのですごく嬉しいです。夏に振り付け直しをゆか先生にしてもらって、ジャンプの種類を少し変えたり、コースをもっとやりやすいようにっていう風に変えてもらいました。やっぱり今日降りれたんですけど、降りの形とか流れとかが悪かったのもあったし、ショートのスピンの取りこぼしとかもあったので、まあちゃんと取れるところは取って、アクセルをミスしてもそこそこの出来にできるように練習したいと思います。日本の目標はショートもフリーもアクセルを降りることです。